はい、わっしょいやチャンネルです。久しぶりに、ボートね、最近ね、全然ちょっとね、いろいろと忙しくて行けてないんですけど、ボート、誇りかぶって、エンジンもね、しばらくかけてないということなので、今日はね、ちょっとざっと洗車をして、エンジンをかけて、次練習、行ける時、ちょっといつになるかまだ分かんないんですけど、練習に備えてちょっとね、洗車とエンジンをちょっとかけてみようと思います。それいけざーっとですけど、水洗い洗車してみました。だいぶね、これね、前の動画で上げたんですけど、缶スプレーでのラップ塗装、だいぶやっぱり色が冷めちゃってね、
日が当たらないとこはやっぱりこう色は残ってるんですけど、ね、日が当たるとこはもう本当に白っちゃけちゃってますね。まあ缶スプレーなんでね、あれですけど、ちょっとね若干残ってるとこともう薄くなっちゃったとこあるんですけど、ね、次はね、エンジンの方もうこっちもねしばらくかけてないので、ちょっと見ながら混合ガソリン入れながらエンジンをちょっとかけてみたいと思います。これがボートのプラグなんですけど、ね、バイクだ車だと全然ちょっと違ってね、こういうプラグちょっと見たことなかったんですけどね、ボートのプラグです。その前にしばらくね、かけてないでね、ちょっとね、回したいと思いますね。ガソリンもちょっと入れてね、混合ガソリンを入れて、よし、ガソリンをね、ここで送ってあげて、出ましたね、ガソリンを送ってあげて。
ね、てな感じでね、エンジンはかかりましたね。次ね、ボート行けるのが多分まあ9月10月ちょっとわかんないんですけど、まだね、練習に行かないとね、本当に下手っぴなんで練習しないと。まあこんな感じでちょっとざっと洗車して、久しぶりにエンジンをかけてみたっていう感じで、今日はね、ボートの洗車エンジンをかけてみるっていう動画になるんですけど、まあね、近々まあ練習行ける時には行って、そっちでもまあね、どういうもの取れるかわかんないですけど取って、まあ本当にね、しばらくボート行けてないんで、行った時にはまた何かしらあげたいと思います。まあ今日はこんな感じの動画で、グッドボタン、チャンネル登録よろしく。